はい、まずですね、お客様に対する提案の幅を広げるためです。より小型化を必要とされるお客様に対して新たな選択肢を用意したいと考えました。次にですね、新しいアプリケーションの発掘です。極細形にしたことで初めて実現できるような思いもよらない用途をお客様とともに発想していきたいと考えています。最後が社内の技術力の向上です。極細の半導体検査用プローブで培ったノウハウなども活用しながら、民生用コネクタとして新たな技術の確立を目指しました。コネクタ全体を小型化したい場合やピン密度を高めたい場合に選択肢の一つとして提案していきたいです。ウェアラブル機器の接続、センサーデバイスの接続、その他の超小型デジタル機器などが候補になります。また基板間接続に応用した場合、ケーブルの挿入やコネクターの換合を必要としないので組み立ての自動化が図れるメリットもあります。またピンあたりの電流容量は1アンペアで、ピンを複数使えばより大きな電流の給電にも使えます。伝送可能な信号のビットレートは最高 40Gbps と高く、高周波コネクタとしても利用可能となります。はい、主に加工精度と交差の管理、そしてチューブの内面の金メッキ加工とそれらの精密組み立てに苦労しました。外径が Φ0.35mm のチューブの内部で、Φ0.2mm のピンをスムーズに動かすためには極めて高精度なクリアランスが必要です。そこで半導体検査用プローブを扱っている部門の協力を得ながらこの課題を克服しました。スプリングコネクタは構造自体は単純ではあるものの、その開発と生産には高度な要素技術が必要です。それを民生レベルのコストや生産性で実現しなければならないのが特に難しかったところです。お客様の課題を解決する実現力こそが横尾の絶対的な強みであると考えています。例えばデザインやサイズの問題で既存のコネクタが使えないというときに横尾に相談すれば解決してくれる、何でもつないでくれる存在になりたい。今回開発した世界最小スプリングコネクタは発想の可能性を広げてくれるコネクタです。この製品を通じお客様とより良い社会になるよう貢献していきたいですね。